アーネスト・ローソンはカナダ生まれの画家であるアシュカン派と呼ばれる画家たちと活動した印象派スタイルの風景画で知られているカナダ・ノバスコシア州のハリファックスで生まれた1888年にアメリカ・カンザスシティに移った1891年にニューヨークに移る美術学校アートスチューデンツリーグでジョン・ヘンリー・トワックトマンやジュリアン・オールデン・ウィアーに学んだ 1892年の夏には、コネチカット州のグリニチで、コスコブ芸術コロニーにと呼ばれる画家たちと絵を描いた。1893年に、パリに渡り、アカデミー・ジュリアンに入学し、バンジャマン・コンスタンや、ジャン・ポール・ローランスに学んだ。外交派の影響も受け、多くの画家が集まった、セーヌイコール・イコール・マルヌ県のモレシュル・ロワンに滞在し、アルフレッド・シスレイの指導を受けて、 風景画を描いた。1894年にサロンドパリに出展した。パリでは、作家のサマセット・モーム、1874から1965と親しくなり、1915年のモームの小説、人間の絆の主人公のフィリップ・ケアリと同居する、画学生、フレデリック・ローソンのモデルともされる。1896年にアメリカに戻り、アメリカの各地で、 風景画を描いた。発詞のある風景を好んだ。写実主義と印象派の間の画風であったとされる。1807年にフィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで個展を開いた。1908年に友人のウィリアム・グラッケンズに誘われたグループ展、ザ・エイトに出展した。ザ・エイトのメンバーがいわゆるアシュカン派の中心となるが、ローソンは画風や描く題材の面で、 アシュカン派とは異なった立場にあった。1913年のアメリカで初の国際美術展、アーモリー賞にも出展した。1910年代から1920年代にローソンの作品は多くの有名なコレクターに購入されたが人気を失い、晩年はフロリダでパトロンの世話になって過ごした。1839年にマイアミで没した。ありがとうございます。